F.H. ウェンハムイン1866フランシス・ウェナムはイギリスの船舶技術者である。有人飛行に関する先駆的な論文を1866年の最初の王立航空協会で発表した。ケンジントンに軍医の息子として生まれた。船舶用エンジン、船のスクリューやエンジン、高圧ボイラーの設計の仕事で働いた。顕微鏡の改良の研究も行った。 航空の研究は余暇に行われた。1866年の王立航空協会で発表された論文、エアリアルロコモーションで示されたグライダーの構想図は翼面積と構造の強さの面から服用機の利点を示し、操縦者は腹ばいで登場するメリットを示したもので、王立航空協会の開始に掲載され、1890年代に オクターブシャヌートのプログレスインフライングマシーンズなどに転載されて、ライト兄弟などに影響を与えた。ウェナムは1858年に多様のグライダーを作ってテストしたが、強風に煽られて飛行することはできなかった。1866年に多様機の特許を得た。1871年に、ウェナムとジョン・ブラウニングは世界最初の風洞を作り、模型実験して、 翼のアスペクト比が大きい方が、効力と揚力の比が優れていることを見出した。フランシス・ヘルベルト・エンハムの記事、航空シアのキャロル・グレーは、ライト兄弟のグライダーの特徴がウェナムの提案した、グライダーのいくつかの特徴を持つことやウェナムの論文が1895年の航空年報に収録され、1899年にスミソニアン協会が、 ミルバーライトに推薦していることを指摘している。ありがとうございます。